い、佐藤あやみです。今回はですね、じゃーん、ジェリーの9月号を購入してきました。イエーイ。ここに載っているんですけど、見てください、ミニグロスが10本も付いているということでですね、もう前々からずっと楽しみにしていた付録なんですけども、こちらのエモダ無敵のミニグロス10本セットをレビューしていこうと思います。では早速スタート。じゃーん、エモダジェリーミニグロス10本セットということでですね、こちらが夏から秋まで使える商品みたいです。めっちゃ楽しみにしとったっちゃうね、これ。正直ね、私大きいグロスよりミニグロスの方が嬉しい。じゃん、はい、開けてみました。こんな感じ、やば。目で見る限りはラメが入っているものだったりとか、ラメが一切入ってない、まあ、マットではないんですけど、そういう風なラメが入ってない、ツヤ感のないシンプルなカラーとかだったり、ほんといろんな種類が入っております。で、なんか自分が普段使わなそうな色だったりとかが入っていて、めっちゃ楽しみ。重ね付けとかも超良さそう。はい、ジェリーにはこういう風にミニグロスで作る今っぽメイク5 days っていうものとかが書いてあって、色味とかあとは使い方が詳しく書いてあります。じゃあまずこの端っこからこの順番にレビューしていきたいと思います。はい、こちらがレッドというカラーのものです。すっごいね、誰にでも似合うというか、パキッとした赤色で一番使いやすいというか王道の赤なのかなと思いました。じゃあ腕に出していきたいと思います。ほんとパキッとした赤で、若干ね、ほんのちょっとだけオレンジ味が加わっているということで、肌なじみがすごくいいカラーになってるかなと思います。じゃあ実際に口に塗っていきたいと思います。ちょっとね、もともとの色が結構濃いので、色味が伝わるように唇の色を消していきます。はい、塗ってみました。こんな感じです。本当に真っ赤な赤リップっていう感じで、なんか縦じわとかを消してくれるような感じのテクスチャーというか、唇自体にスーッと溶け込むように伸びていくようなテクスチャーでした。なんかね、ツヤっとしているんだけど、でもなんかベタベタしすぎなくて、すごくちょうどいい感じです。かわいいこの色。じゃあ次いきます。はい、次こちらですね。こちらはチェリーピンクというカラーでございます。で、これがね、青みを抑えた女の子らしいピンクで、チークにも使えるみたいです。かわいい。これも手に出していきたいと思います。はい、手に出してみました。こんな感じです。結構ピンク味が強いような色になっています。もうピンクって感じですね似合うかなこの色。はい、塗ってみました。こんな感じです。すごい顔がね、明るく見えるというか、パッとね、可愛らしい印象になる色ですね。色可愛いんだけど私には合わないっていう辛いやつなんですけども、合う方は本当に超使える色味というか、ナチュラルで使いやすい色かなとは思います。え、すっごく可愛いこの色。可愛い。やっぱ塗りやすいですね。なんか一塗りですっごい発色してくれるので、ちょっと塗って指でぼかしてナチュラルにするのもありなのかなと思います。はい、そして次こちらですね。こちらのカラーはラベンダーというカラーでございます。クリアに近くて、いつものリップにおしゃれなニュアンスを加えてくれますと書いてあります。クリアに近いんだって。かわいいねこの色。じゃあすっごいナチュラルなタイプなんですかね。わかりますかね、ほんのちょっと紫っぽい色がついてるの。すごいクリアタイプで、クリアにほんのちょっとラベンダーカラーが乗ったようなカラーです。すっごく使いやすそうですね。これは重ね塗りとかもありかもしんない。塗った感じ全然わからないぐらいですね。でも他の色に重ねると余計発色がわかるのかなとは思います。マットリップとかに重ねたりすると可愛いかも。なんかね、ほんと白っぽいような感じなんだけど、若干ラベンダー入っているようなカラーですね。一つで使うっていうよりは重ね付けで使うようなものかなと思います。次こちらですね。こちらはクリアピンクというカラーで、唇本来の血色感を引き出してくれるふっくらしたリップラインに仕上がりますと書いてあります。はい、手に出してみるとね、ほんと分かりにくいんだけど、このツヤ感だけがすごいありますね。はい、でほんのりピンクが入っているので、なんか白っぽいようなピンクっぽいような淡いカラーです。上に重ねると本当にね、プロンとした唇に仕上げてくれそうな色かなと思います。なんか保湿感も結構あるので、しっとりしているからツヤ感がものすごい出てくれる。唇がうるっとした唇になるというかね、プルンって感じですね。まあ見ての通り
血色はそんなにこう出ない血色感というか、でもマットリップとかの上に重ねることによってツヤ感を出してくれたり、あと普通のリップでもさらにね唇にこうボリュームを与えてくれるというか、そういうタイプのリップかなと思います。はい、そして次こちらです。じゃーん。こちらが光によって輝き方が変わるカメレオンパールが印象的な口元へ導いてくれると書いてあります。オレンジゴールドって書いてる。これは秋使える色ですね。私こういう色味は大好き。結構角度変えるとゴールド、角度変えるとグリーンにも見える。すっごい可愛い色ですね。はい、手に出してみた感じがこんな感じです。ほら、すっごいキラキラしてて可愛いオレンジ色ですね。なんかテラコッタカラーにラメが入ったような感じの色で、すごくこれも今年の秋は使えるかなと思います。キラキラがすごい細かいグリッターっていうのかなが入ってていいですね、これは。でね、指でこうやってぼかすとよりさらに唇に密着してナチュラルな発色になってくれます。めっちゃ可愛いこれ。で、結構付録のリップで心配されてる方多いと思うんですけど、匂いは特にない気がする。私今ちょっと鼻声だから鼻詰まってるんですけど、鼻ついた。ほんまね、なんか機械的な匂いとかそういう石油系の匂いとかは特に気にならないですね。なんか鼻が詰まっとるけんあれやけど、いやでも匂った限りはそう、そこまでは気にするレベルではないかなとは思います。はい、次はこちらです。じゃーん。こちらはコーラルベージュというカラーでございます。で、このカラーは重ね付けにも最適なヌーディーカラーでヘルシーな印象に仕上げてくれますというものです。確かになんかヘルシーな感じの色になってる。でね、これもね、角度によってこうキラキラの色が違く見える。ピンクにも見えるし、オレンジっぽいような色にも見える。可愛いですね、この色も。パッと見この筆の部分とか色味だけを見るとオレンジに近い、コーラルオレンジに近いような色かなと思います。めっちゃ可愛いこの色。手に出してみた感じがこんな感じ。すっごくナチュラルなカラーではありますね。でもこれは1本でも全然使えそうだなと思います。ラメが入ってるので薄く重ね付けするのもありかなっていう感じの色。クリアな感じのリップではあるのでラメ感が目立つ感じですね。思った以上に発色は薄かった。ほら、こうやって見てもらうと分かると思うんですけど、思った以上に発色は薄めでしたね。でもラメがすごいのでツヤ感が一気に出ますね。なんか普通のクリアなタイプのラメ入ってないものよりもさらに唇がこう強調でき、唇を強調できるというか、キラキラキラってしてる感じの唇になる。綺麗、これは綺麗、上品ですね。なんか大人っぽいような唇に演出してくれるかなと思います。次はこちらのカラーです。結構派手ですね。これはバイオレットというカラーで、大粒の雨が華やか、手持ちのリップをくすませてモードな印象にチェンジということです。あ、クリアですね。これは黒リップとか一時期流行ったじゃないですか、重ねてちょっとダーク系のカラーにするやつ、それっぽい。だから自分の手持ちのリップにちょっとね、こう黒っぽい色を入れることによって、こういうバイオレットみたいな、バイオレットみたいな色をプラスすることによってくすみカラーにして秋っぽく、全色秋っぽくできるかなと思います。秋冬すごい使えそうですね、これは。はい、塗ってみました。こんな感じです。なんかね、ほんのりバイオレットな感じ、わかりますかね。ちょっとピンクっぽいようなダーク系のカラーっていうような色してる。この色いいですね。なんかくすみカラーにしたい色に重ねるのはすっごくありだと思います。ラメも入っているのでキラキラもちょっとゴージャスな感じが出るというか、ちょっとピンクっぽい色も入っているから、なんか意外と甘めのこう目元に合わせるのもありなのかなって思います。めっちゃ可愛いこれ。はい、そして次こちらですね。こちらゴールドというカラーで、見た目よりも薄付きなので重ね使いもいいみたいで、上品なきらめきを与えてくれるんだって。見た感じすっごいキラキラしてそうなんだけどね。手に出してみるとこんな感じ。なんかこうちょっとゴールドなの分かります、若干。でもね、伸ばすとすっごくナチュラルなクリアなタイプになるので、ラメを重ねるという感じですね。で、これはもうザ・ゴールドのラメだけ。なんかさ、もうコンパクトだからこのチップも塗りやすいですね。
ちっちゃい、やっぱりこのチップの筆先っていうのかな、うん、塗ってみました。ちょっと分かりづらいんですけど、ゴールドのラメがとにかくすごい綺麗にキラキラキラってなってる。うん、これはラメを上に重ねたい人用で使った方がいいかもしれないですね。あんまりこれを塗りすぎちゃうと、やっぱラメラメが密集して、これ単体だとなんか私はちょっと使いにくいかなって思いました。粉っぽく見えるというかな、結構ラメがすごいので、なのでこれは重ねて指で伸ばしたりとかすることによって、ゴージャス感をプラスしながらちょっとぷっくりとした唇に見せれるのかなと思います。そして次こちらですね。こちらのカラーがマットローズというカラーで、ベージュに近いローズピンクが可愛すぎない大人の色気を引き出しますということですね。確かに色気出そうな色やねこれでこちらはねマット系のものらしい、はい、手に出した感じこんな感じ。あ、確かにマットに見えるね。すごい、ほらメタリックなの分かります？このほらキランキランキランってなってる、メタリックなリップ、すごい色気出そうこれ。メタリックな唇すごい、うん、なんかね乗せた感じも今までのテクスチャーとまた変わって軽いテクスチャーです。なんかふわっと乗る感じ、なんかクリームみたいなスフレというか、なんかほんとそんな感じのテクスチャーでふわっと唇に馴染んでいきます。薄塗りでも結構ちゃんと発色つく感じ。今までものものと違うのがやっぱりマットタイプなので、うん、なんか乾燥まではないんだけど、逆に唇にフィットしてる感じはあるかも。なんかねしっかりと密着している感じ。でも今までのグロスはちょっとこうほら動かすとさ、やっぱグロスだからちょっとよれちゃうっていうかね、そういう動きはあるんだけど、これはなんか唇にしっかりと定着しているくれるような感じかなと思いました。でなんかすごいゴージャス、これはね可愛いね。この色はなんかローズっぽい色も入ってるし、ピンクっぽいような感じでもあるし、大人っぽいというか、なんか甘めのコーデとかに甘めのアイメイクとかして、これで唇パチッとやりたいね。そして最後ですね、こちら最後のリップです。これがマットベージュという色で、マットな質感でメタリックな輝き、チークやアイシャドウとしても使えるそうです。これ絶対さ秋冬使える色やん。めっちゃ可愛いやけど、逆に夏もありと思う。メタリックカラーも入っとるけん、はい、こんな感じ。先ほどよりはメタリック感そんなにないんですけど、でも若干入っているので、なんかゴージャス感も出つつ大人っぽいような唇にしてくれるかなと思います。うん、大人っぽい、めちゃくちゃ大人っぽい感じになる、雰囲気が出る。すっごいなんかベージュなんだけど茶色っぽい色も入ってて、これは秋にめちゃくちゃ合う色だと思います。グロスなんだけどやっぱりマットな質感なので、先ほどと同じようにツヤツヤでちょっとベタベタっていうよりは、なんか唇に密着するようなタイプかなと思います。メタリックって書いてるんだけど、そんなにメタリック感なくて全然普段使いできるレベルだと思います。毎年こういう色味って流行ってるとは思うんですけど、秋とか冬とかって。でもやっぱりそのさ、トレンドが短いってか使う期間が短いものってどうしても高いものよりプチプラで済ませたいなとかあるじゃないですか、まあ、もちろんねデパコスとかでも期間限定でめちゃくちゃ可愛いの出たりするけど、でもやっぱりそんなにそういう色を毎回使う勇気がないなとか、気分転換でちょっとチャレンジしてみたいなぐらいの人だったら、こういう風な付録で十分だと思います。何よりこれ普通にね付録レベルじゃないぐらいの発色だし可愛いから、うん、なんかフィット感がすごい、本当にすごいですね。怖っいや780円でこんなに10本もついてくるって、1本さまず100円も全然せんわけやん。しかもプラスさトレンド学べる雑誌までついてるんだよ。半端なく安すぎん？もう恐るべし。はい、というわけで今回はチェリー9月号のこちらのですね付録のリップたちをご紹介しました。いかがだったでしょうか。本当に想像以上のクオリティというか発色とか質感とか、もうねすごく感動しました。もうとにかくやばいので、ぜひぜひ皆さん書店でゲットしてみてほしいなって思います。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。この動画が良かったよとかチェックしてみようかなと思ってくださる方いらっしゃいましたら、グッドボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。